高野花部屋。高野花部屋は、かつて存在した日本相撲協会所属の相撲部屋。前身の藤島部屋、双子山部屋についても記す。1981年1月場所限りで現役を引退して、以降は、双子山部屋の部屋付き親方となっていた年より、12代、藤島、元大関、高野花が、1982年2月に、 十四の海など数名のうちで死を連れて、分家独立する形で富士部屋を創設した。十二代は実子である若花田、若の花、高花田、高の花兄弟や、秋の島、高遠力、高の波などの関取を育て上げて一時代を築いた。1993年、十二代藤島は、実刑の十代、双子山の定年退職を目前に控えた同年二月一日付で、 年寄り名跡を交換し、十二代藤島が十一代双子山を襲名するとともに、双子山部屋と藤島部屋が合併した。これにより、双子山部屋は幕内力士十人を含む、総勢五十人もの王女隊となった。この双子山部屋は、1962年、昭和三十七年五月場所直前に現役を引退し、年寄り、 十代双子山を襲名した二所の関一門、花籠部屋所属の第四十五代横綱、初代若の花が八人のうちでし、後の小結双子だけ部などを連れて、同年九月二日に創設したものである。十代は横綱二代若の花、高の里、大関初代、高の花、若島津をはじめとして、多くの関取を育て上げ、自らが育った花籠部屋と共に、 朝ヶ谷勢と言われる一大勢力を築き上げ、日本相撲協会の第七大理事長を務めて、1993年、平成5年3月15日に定年、定年退職した。1994年、11月場所後には11代、双子山の次男である高野原が横綱へ昇進し、1998年、5月場所後には11代、 双子山の長男である赤野花が横綱へ昇進した、ほか、大関、高野波や、関脇、秋野島、関脇、高通力など数多くの関取を排出し、1990年代、中期から後期にかけて双子山部屋は、全盛期を迎えた。その後、2003年に1月場所限りで引退して、双子山部屋の部屋付き親方となっていた一代年寄り、高野花親方、 元横綱、高野花が2004年2月1日付で双子山部屋を継承し、同時に部屋の名称も高野花部屋へと変更された。高野花部屋と改称してからは、最初に迎え入れた弟子となる藤中が2004年3月場所にて初土俵を踏んだものの、藤中はわずか10ヶ月で引退し、ボクシングに転校した。同年5月場所中に、 高野波が引退して、部屋から、関取が不在となり、2000年代中期には入門者も、現れずに所属力士が減少した。また、この時期には、高野花部屋の部屋付き親方である17代藤島、元関脇秋之島と高野花親方が対立したことから、17代藤島が、入門時の師匠である11代双子山に許可を受けて2004年5月27日に、 高田川部屋へ移事実上の破門するという内紛も起こった。しかし、2008年3月に約4年ぶりの新弟子となる高天衆が入門して、以降は徐々に所属力士が増加し、2018年9月場所、時点で8人の力士が在籍している。2012年7月場所において、モンゴル出身の高野岩が新十両へ昇進し、 高野花親方が部屋を継承してから入門した力士としては初となる関取が誕生している。2010年1月に行われた日本相撲協会理事選挙において高野花親方が二所の関一門内の事前調整を拒否して独自に立候補を表明したために高野花部屋はそれまで所属していた二所の関一門から出した。その後はどの一門にも属さずに 大竹部屋など志を同じくする部屋と、鷹の花グループを形成し、2014年5月に同グループを鷹の花一門と改称している。2016年4月8日には、鷹の花部屋の部屋付き親方である15代時輪山、元小結、龍蔵関が20代地下の裏を襲名して、地下の裏部屋を継承し、鷹の花部屋から独立した。 2016年5月29日には、所属力士の両国国技館への通勤時間軽減を理由として、旧藤島部屋が創設された1982年2月から使用してきた部屋施設から移転する意向であることが明らかとなり、同年7月5日に東京都中野区本町から東京都江東区東砂へと新たに部屋を移転し、 同年7月27日に土俵開きを行った。外国人や学生相撲出身の力士が台頭する中で、高野花親方自身が経験してきた昔ながらの叩き上げ教育を軸に若手を育てている。そのため、長らく在籍力士のすべてが中卒の日本人力士のみであるという特徴があったが、2008年11月場所において、 モンゴル人力士の高野岩が入門して、以降、現在では、中卒以外の力士も在籍している。また、部屋を継承した直後は、高野花親方は、自身の自宅から部屋に通う形で弟子を指導してきたが、2005年8月からは、部屋に住み込んで弟子と生活を灯するようになっている。ただし女将である、花田恵子は同居していない。 二千十八年九月二十五日、高野花親方は、日本相撲協会に、引退届と部屋の所属力士、床山、世話人の全員を、他の部屋の所属とする所属変更願いを提出した。同日の高野花親方記者会見で、千賀の裏親方を、後継者に指名していたという発言があったこと、また提出されていた書類に不備があったため、翌26日に、千賀の裏親方が、 高野花部屋に出向いて高野花親に面会。8人全員の受け入れ要請を受けた地下の裏親方はこれを了承し、改めて協会に提出する書類が作成された。これを受けて相撲協会は10月1日にこの問題を審議するための臨時理事会を開催し、年寄り、高野花の日本相撲協会退職及び、高野花部屋に所属していた、力士、呼び出し、世話人について、 地下の裏部屋に遺跡ることを承認した。これにより、高野花部屋が消滅することとなり、10月2日に、所属力士と裏方が、千賀の裏部屋に遺跡した。太字は、高野花部屋消滅時、2018年10月1日に、現役の力士。最高位は、高野花部屋所属中のものを記載した。高野花部屋消滅後については、千賀の裏部屋を参照。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。